こんにちは、新藤君子です。今日は、貧困菌の話をしたいと思います。このですね、盆栽世界の3月号で、盆栽世界のウェブショップみたいなのがこれ開設されたみたいなんですけど、これですね、ウェブショップ、ウェブショップのやつですね。それの、新規登録&購入プレゼントダブルキャンペーンっていうやつがですね、あってまして、それに応募したんですけど、そしたら貧困菌が当たったので、その話をしようと思っています。はい、貧困っていうのは根と植物の根と、そこにこう生息する菌類の総合体のことを指していて、それでその貧困を作る菌類が貧困菌って言われてるんですけど、自然界では陸上植物の8割以上 の根にですね、貧困菌が、共生していると言われていて、多いものではですね、1本の植物で2000種類以上 の菌類がですね、共存していると言われています。よく私たちが目にしている、外生貧困菌というのが多いんですけど、それではこう松族とか頭皮族とかカラマツ族、それにブナとかブナ科の植物とか、そういうものがですね、貧困菌と共生して生きています。貧困菌っていうのはパッとね、盆栽で思い浮かべるものといえば松の貧困菌ですね。これは赤松なんですけど、こういうのの根にこう白くこうやってできてるやつ。匂いはですね、椎茸っぽい、キノコっぽいね、匂いがするんですけど、この菌のおかげで土壌中の栄養分とか水分もですね、植物が吸収しやすい形になっていると言われてます。菌根菌はですね、保水器官の機能も兼ねていて、乾燥したところでも植物がですね、元気に育つように菌糸をこういっぱい伸ばして水をですね、効率よく吸収供給できるようになっています。あとはマメ科植物ですね、ムレスズメとか小松菜とか、そういうのの根にですね、根粒ってものを作る根粒菌っていうのもあります。それもですね、土壌中 の栄養分をですね、栄養分とかお水を植物が吸収しやすい形にしていると。言ってみたらですね、植物の根はですね、直接的にはほとんど何も吸収してないって言っていいほどですね、栄養とか水をですね、共生している菌にですね、依存していると、そう言っても間違いではないみたいですね。栄養面だけじゃなくて、他 の病原性の細菌の繁殖を防ぐという効果もあって、マツタケ菌の分泌する集酸っていうものと、土壌中にあるアルミニウムがですね、結合して集酸アルミニウムっていうのを作るんですけど、それが抗菌作用を示すというふうに、そういう研究結果があります。あとは内生菌根菌でいうと、ツツジですね、ツツジのツツジ型菌根っていう、エリコイド菌根菌っていうのがいるんですけど、そういうのはですね、酸性の土壌の条件で有害な金属類をですね、吸収しにくくするブロックするですね、働きを持っていたりとかして、植物のそれぞれの植物に合った植物菌根が存在していると、何でもありのですね、いろんな植物に共存できる菌根もあったり、特異的に存在する菌根もあったりとかして、すごくね、面白い、奥の深いところですね。今回ね、さっきの盆栽世界で当たったのはこれなんです。松本微生物研究所さんが開発しているものらしくって、こういうやつですね。盆栽共生菌、いろいろ選べて、種類が、私ブナ用の菌根菌を頼んだんですけど、そしたらこういうのが来ました。期待できる効果は溶水分吸収能の向上、
体乾燥性の向上、生育促進、受精回復効果か、うん、そういういろいろね、あのいいことがあるようです。これはですね、うん、自然界から採取して、でその中からあのえりすぐりのものを選抜して培養してあの作ったものらしいですね、うん、かすかにねちょっとキノコの感じがしますね、うん、じゃあブナなんでこのねフジブナに使ってみようかなと思ってます。ありがとうございます。この木はですね、夏に1回水切れさせて、それからですね、芽吹いてないんですけど、これからのですね、受精回復を願っております。はい。応募期間がですね、ギリギリなんですけど、まあ、こういう紹介でした。共生菌をですね、ぜひ盆栽に活用してみてはいかがでしょうか。はい。失礼します。